旧ヒッチップ1号店現在はナンバーポータビリティ専門店としてリニューアル株式会社交通信とは東京都豊島区に本社を置く情報通信業のホールディングカンパニーインターネット回線電力宅配水保険といった事業が主力東京証券取引所一部に上場子育てサポートに力を入れている企業として次世代育成支援対策推進法による 認定マークを東京労働局より取得。1988年に茂田康光が創立。34歳の時に当時史上最年少で1999年に東証一部に上場。携帯電話や PHS の普及機に携帯電話販売代理店、ヒットショップを全国展開して新規の回線契約者に端末を無料で提供し、1契約あたり、 数万円の報奨金を得て、急速に事業を拡大した。ヒットショップは、スカパーの受信機器レンタルサービス、デジタルクラブの取り次ぎ事業も展開。携帯電話の普及機に利用促進を目的として、情報量不要で通話量のみで利用できる、ボイスメール、音声情報サービス、イケてる、アイネットを開始。現在は、関連会社のファイブエニーが、 光通信によりサービスを引き継いで運営している。1990年代後期の IT バブル期に、当期銘柄として急騰したが、携帯電話市場が飽和し、新規契約は頭打ちとなり、DDI に対する各契約が大量発覚して2000年3月に、急落した。2000年8月期の業績を情報修正すると、記者会見して上昇したが、2週間後に60億円の、 黒字から130億円の赤字へ、大幅下方修正が発表されて、再下落した。これ以上に洗練された組織モデルはないと、自画自賛した組織モデルの現況を不一致が発覚し、市場で不信感が増幅し、最高値24万円から3ヶ月で8000円台に、急落した。2000年の年間値下がり率は99.1%で、ワースト記録となる。 新興 IT ベンチャー企業へ積極投資をしていたことから投資先の他に光通信と無関係の IT 企業も経営実態を疑心され株式市場の大幅安を呼び込み IT バブル崩壊の大立役者と揶揄された当初一部で20営業日連続ストップ安となりこれを契機に上場規則の改正でストップ安が3営業日連続で続いた場合は その翌営業日からストップ安以外で売買が成立するまで値幅制限の加減を通常の2倍に拡大する規定が設けられた。当時から最近に至る主な投資先は、インターキュー、ウェブクルー、クレイフィッシュ、サイバーエージェント、ジャック、スカイパーフェクトコミュニケーションズ、インテリジェンス、スカイマークエアラインズ、メンバーズ、イーストアー、ウェブマネー、一級等。市場は、 販売した携帯電話回線から発生する通話料の一部が携帯電話事業者から報奨金として支払われるインセンティブ契約は通常は3から5年間で期間終了となり同時に倒産するのではないかと憶測したが携帯電話販売事業を大幅に縮小しシャープの副写機販売を中心に業態転換した2001年に赤字に転落したが2004年に 黒字に転換し、2014年5月19日の決算発表で売上高は前年比約113%の5651億円だった。現在の携帯電話販売事業は東京23区内等に複数キャリアを併売するアブムイッツ等があるが多くの地域で au、ソフトバンクの専売店に転換している。ブロードバンドの営業で ヤフー BB を拡販し、2005年頃から、ハローコミュニケーションズ、ベルサポート等、コールセンターを運営する子会社を、次々と設立した後に、アウトバウンドで、光ファイバー回線を販売している。創立者の重田康光の名前を取った、光と通信業界の通信を合わせて光通信とした。連結し、会社175社、及び、 持ち分法適用関連会社137社。2020年3月期より報告セグメントを変更。主に中小企業に対して、通信回線サービス、春エネお得電気など、その他多くの電力、各種システムなどの自社で企画、開発した商材の販売。主に個人に対して、通信回線サービス、宅配水などの自社で企画、開発した商材の販売。 通信キャリア、保険会社、メーカーなどの各種商品の取り次ぎ販売。ありがとうございます。